ことだ。何のために生きてゆくのか、答えなんてなくていいよ。会いたい人と必要なものを少し守れたら、選びも減り下りもせずに僕のそのままで幸せとは、星が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものじゃない。大切な人に降りかかった雨に傘をさせることが、瞬きもせずに目を凝らしてさせることだ。